曽與義栄真は、広島県三次市出身の元プロ野球選手、野球指導者、野球解説者。実家は、浄土真宗本願寺派、専法寺。栄川勝弘とは三次市の同じ少年野球チームに所属した幼馴染。高校時代も一度だけ公式戦で対戦があり、この時は3打数3安打だった。しかし、大学野球時代は栄川から一本もヒットを打てなかった。三次高校時代は2年夏のベスト16が最高、3年夏は2回戦敗退。東都大学野球の駒沢大学に進学し、2年秋からレギュラー。4年春に最下位となって、チーム初の2部降格を経験。1部リーグ通算42試合に出場、141打数33安打、打率234、2本塁打。11打点を記録。卒業後は、社会人野球の日産自動車に入社。第76回都市対抗野球大会では、チームの準優勝に大きく貢献。首位打者を獲得し、久慈賞を受賞した。その年、オランダで行われたIBFワールドカップでは、日本代表に選ばれ、2005年度社会人野球ベストナインを受賞した。2005年の NPB 大学生。社会人ドラフト会議で地元球団の広島東洋カープから3巡目で指名。契約金1億円、年俸1400万円という条件で入団した。入団当初の背番号は32。2006年、オープン戦の活躍で開幕1軍を勝ち取り、名古屋ドームで中日ドラゴンズとの開幕戦に6番、2塁手でスターティングメンバーに抜擢される。カープでの新人開幕スタメンは1969年の山本浩二以来37年ぶり。さらに1961年の山本和義以来45年ぶりのヒットも放った。アマチュア時代は遊撃手だったが、プロ入団後は二塁手の守備にもつくようになった。プロ入り当初は強肩と俊足を生かし守備範囲は広かったが、捕球送球の動作が俊敏でなかったため、遊撃手の見せ場の一つである間一髪のダブルプレーがアウトにできなかった。開幕直後は攻守にミスが目立ったが、マーティ・ブラウン監督が辛抱強く起用し続けた結果、開幕当初1割にも満たなかった打率を3割近くに上げ、攻守も見せるようになるなど短期間で攻守ともに急成長。また得点圏打率は3割5分を超え、狭い広島市民球場を本拠地とする。右打者ながら、両リーグ通じて単独トップとなる8本の三塁打を放った。盗塁もチームトップの13個。東出晃弘と二遊間を守り、広島打線の1、2番コンビとして定着した。7月13日の阪神タイガース戦で先制ソロにタイムリーを含む二塁打を放ち、守備ではファインプレーも飛び出し、その日のお立ち台に立った。そのヒーローインタビューで、試合中マウンドへ寄った時のことを聞かれて、黒田さんがワンパターンなリズムで投げてたので間を置きたかったと、新人にもかかわらず大胆な発言をした。9月7日の横浜戦で、遠タイトル二塁打を放ち、1958年に小坂義孝が記録した、新人安打数球団記録を48年ぶりに更新した。しかし、9月26日の試合前の練習中、コーチのノックがイレギュラーして、右目を直撃、検査の結果、右眼下部打撲と診断され登録抹消。横浜、吉村勇樹、中日の佐藤満と争ってきた、新人王争いにはまだまだアピールが必要であり、また、新人でありながら、チームの攻守の要であるため本人はもちろん、チームにとっても非常に痛い戦線離脱であった。その日はベンチ裏で人目もはばからず号泣。そして10月14日の阪神戦で復帰し、8回に代打出場。そのまま守備につき、打球も無難に処理し、ファンを安堵させる。最終的には打率289、安打数130という結果で、ルーキーシーズンを終えた。その結果、横浜の吉村勇樹に2倍以上の票差をつけて、入団会見での公言通り、2006年度の新人王獲得。広島の新人王は1997年の沢崎利和以来9年ぶり、野手では1984年の小早川武彦以来2人目である。同学年で2遊間を組む東出と2人でゴールデングラブを受賞することを目標とし、秋季キャンプで東出と常に行動を共にするなど、息を合わせるようにしていた。オフに背番号を6に変更。また、実家であるお寺をブラウン監督が直々に訪れている。12月16日に男児が誕生する。ボンの新人王受賞を記念して、地元三次市の白蘭酒造が、清酒、栄心を発売した。720ml の本醸造酒で、そよぎ栄心のサイン入りポストカードが1枚ついている。2006から2007のオフにローカルラジオ番組ドゥーザ・カープにて DJ の一人を務める。その際リスナーから DJ 名が公募され、DJ 野心と名付けられた。2007年はバットを前年よりも長く持ち、長打も狙っていくスタイルに切り替えを図ったのが功を奏してか、18本塁打を記録。しかしポップフライや三振が増えると、一番打者としては淡白な打撃になった。シーズン後半には6番として出場するなど、長打力を生かした配置転換を試され、前年に比べて大きく打撃スタイルが変化した。ただし打率こそ大きく落ちたものの安打数は前年に比べて増えており、四球数も前年27個に対し51個を選んだ。これは、長打力の向上や1年目の活躍により、相手投手から警戒され、コーナーを突く球が増えたこと、それを見極める力が向上したことによる。守備面も向上を見せ、ショートとしては両リーグ唯一の100併殺を達成。失策はショートではセリーグ最多だったが、RF は両リーグでも1位だった。2008年、開幕を2番打者として迎えるが、開幕から、昨年以上の低打率に陥り、また長打もほとんど出なくなる。4月末にプロ入り初の不調が原因による2軍落ちを経験。1軍復帰後は打順を7番8番などの下位に下げて起用されたものの、夏場には打率2割を切るまでに至り、再び2軍落ちを余儀なくされる。調整を経てすぐに1軍に復帰したものの、新人の小久保哲也に、正遊撃手のポジションを奪われ、出場機会は大きく減少した。最終的に97試合の出場で打率223、1本塁打、17打点、8盗塁と、あらゆる部門で自己最低の成績に終わった。守備面ではエラーこそ多かったものの、RF を発展させた RRF では、鳥谷敬をわずかにしのぎセリーグ1位であった。2009年、横浜から石井拓郎が加入し、遊撃手のポジション争いが激化するが、首脳陣からの期待は大きく、開幕戦で3番に抜擢される。開幕直後は下位を打ったり、石井と併用されたりもしたが、交流戦から1番を打つ機会が増えると調子を取り戻し、チームも交流戦の優勝争いを演じる。しかし、交流戦が終わり、セリーグ相手になると再び打てなくなり、下位を打つ機会が増え、結局8月上旬の試合直前に、チーム事情による突然の2軍落ち。前年同様、小久保に正遊撃手を奪われてしまった。2軍でも昇格を大きくアピールするだけの成績は残せず、この年1軍復帰はなかった。出場試合数は前年をさらに下回る73試合に終わり、打撃成績も長打の数や盗塁を除けば、前年とほとんど変わらない成績に終わる。野村健次郎を新監督に迎えた2010年、小久保とのポジション争いが注目される中、オープン戦では打率227と振るわなかったものの、両リーグ1位の8盗塁を記録し、開幕を2番、遊撃手で迎える。シーズンに入ると3割前後の打率を維持し、1番、東出彰弘と共に、不動のリードオフマンとして低迷するチームの中で気を吐いた。東出の故障による離脱後は1番に座り、チーム唯一の全試合出場を果たすなど、シーズン終了まで安定した活躍を見せた。3年ぶりの規定打席に到達するとともに、初の打率3割を達成。また13本塁打を打ち長打力が戻り、3年ぶりの2桁本塁打となった。横浜ベイスターズの石川裕洋に競り勝ち、自己最高の43盗塁を記録し、チームでは1997年の尾形浩一以来13年ぶりとなる盗塁王を獲得した。さらにリーグ4位の36犠打、自身初のゴールデングラブ賞も受賞するなど、過去2年の不振からの完全復活を果たしたシーズンとなった。なお、ボンは2020年シーズン終了時点で、セリーグにおいてシーズン40盗塁以上を記録した最後の選手となっている。打席でのボン2011年も開幕から遊撃手のレギュラーとして起用されるが、6月29日の試合中に自打球が左膝に直撃し、膝蓋骨骨挫傷で長期離脱となった。8月23日には2軍の試合に復帰したがすぐに痛みが再発し、本格的な練習を再開できないままシーズンを終えた。2012年は膝の怪我から復帰して、再び遊撃手のレギュラーに定着し、この年のチーム内では2番目に多い137試合に出場した。2013年は膝の状態に配慮して安倍らと併用されたため、遊撃手としての先発出場は105試合にとどまり、規定打席にはわずかに届かなかったが、安定した守備、得点圏打率、317を残すなど勝負強い打撃を見せた。12月2日、東出彰弘に代わり新たに、チームの選手会長に就任した。2014年は、シーズン前半こそ不調だったが、夏場に入り7、8月に続けて、月間3割を記録するなど復調。また、同時期より田中裕介の台頭や膝の負担軽減目的により、プロ入り後初となる三塁手での起用が中心になった。最終的に前年とほぼ変わらない出場数を記録したが、打率は269ととした。2015年は開幕から打率196と不調だった。5月に打率359と調子を上げたものの、それ以降は調子を徐々に下げていき、特に9月は打率056となり、9月24日の登録抹消以後1軍登録はなかった。打撃不振での登録抹消は約6年ぶりとなった。最終的に打率237、6本、27打点と4年ぶりに打率240台を切り、打点も4年ぶりに40打点を切った。2016年は自主トレで山ごもりを行うなど、精力的に調整を行ったが、春季キャンプは2軍スタートとなった。田中裕介の台頭もあり1軍初昇格が8月28日までずれ込んだ。大半を2軍で過ごし、プロ入り最小の7試合しか出られず初の無安打に終わった。2017年は、プロ入り後初めて1軍公式戦での出場機会がなかった。10月3日には NPB 他球団での現役続行を視野に自由契約扱いで広島から退団することを発表。広島の選手としては9月28日のウエスタンリーグ最終戦7回表に代打で放った敵地打と後続打者の安打による1得点が公式戦最後の記録になった。12月2日付で NPB から自由契約選手として公示。2017年11月15日に地元のマツダスタジアムで開かれた12球団合同トライアウトへ参加しない一方でアジア圏や欧米でのプレーも視野に入れながらプロ野球選手としての現役続行を模索していた。しかし NPB の他球団から獲得のオファーを受けるまでには至らず、日産自動車時代の先輩、矢部哲の勧めで2018年の春先に視察したアメリカの独立リーグでも進展がなかった。その一方で、人材派遣やアスリートのマネジメント業務を手掛ける AJEC の傘下企業とつながりがあったことや、AJEC が2018年1月に栃木県内で男子硬式野球部を創部したことを背景に、同社から入社を打診。その結果、NPB でのプレーしたい気持ちはあるが、比重は小さくなりつつある。社会人野球で育てられたので、少しでも恩返しができればしたいとの思いに至った。2018年6月1日付で、AJEC に正社員として入社。選手兼任コーチとして、と共に、同社の硬式野球部に加わった。2019年からは、AJACに在籍したまま、広島 OB の立場で、野球解説者としても活動。J スポーツやダゾーンの広島戦中継に、ゲスト解説者とし随時出演している。2019年10月11日に、選手として、現役を引退することを自身のブログで発表。同月28日に東京都内で引退記者会見を開いた。現役引退を機に男子硬式野球部のコーチも退任するが2020年以降も同社スポーツ部門で小中学生が対象のアカデミーで指導などに携わる一方で野球解説者としての活動も続ける。広島時代のチームメイトで同郷、三次市出身で幼馴染だった栄川勝弘も同年に現役を引退していたことから、二人の同級生ら約30人が実行委員会となって二人の引退セレモニーが計画され、2019年12月14日に三次近西スタジアムにて開催された。また、同月25日には、ボンの所属事務所、ライツが主催となって、グランドプリンスホテル広島にて、曽よぎ栄心、栄川勝弘スペシャルディナートークショーも開催され、広島時代のチームメイトで、同学年の江草仁紀や、鞘師智也、3学年下の天谷宗一郎も参加した。2020年、引き続き、AJACに在籍しつつ、広島県を本拠地とする社会人野球チームの JFE 西日本硬式野球部のコーチに就任する。ことを発表した。2020年11月26日、オリックスバファローズの一軍打撃コーチに就任した。実家は、江戸時代初期から続く浄土真宗本願寺派、専法寺である。そのため2006年の春季キャンプの紅白戦で、初本塁打を放った時には、島篤信や福井啓二から合唱で出迎えを受けていた。梵声は、仏教用語に由来し、真宗僧侶が、明治期になって、名字を公称する際に命名した規制の一つである、姓など。読み方の曽よぎは、ボンの父親によると、祖先がなぜ、曽よぎと読んだかはわからない。ただ、ボンを風に捉え、林に風が吹いて、そよぐとしたのでは、とんちが効いた人だったかも、とのことである。ただ、ボンをそよぎとなかなか読んでもらえず、本人曰く、ボンちゃんと呼ばれてもしょうがないすよねとのこと。なお、チーム内ではブラウン元監督発祥のよぎという呼称が広まっているという。本人は親戚以外で同性の人には会ったことがないという。NPB では2000安打を目標に置いていたが、広島時代の11年間に一軍の公式戦で放った安打数は990本だった。また、広島への入団当初に、背番号32を当てがわれたことから、背番号7をつけることも目標に挙げていた。しかし、2007年の背番号変更以降は、2017年に退団するまで6を着用した。趣味は、料理、好きな言葉は、ポジティブ、前向き。小柄ながら、リストが強く、広島時代の2007年には、一軍公式戦で18本塁打を記録したほどのパンチ力を持つ打撃が持ち味。好きな食べ物は焼肉。テレビ番組ラジオCM。ありがとうございます。